パリ五輪、柔道女子48キロ級、準決勝、27日、シャンドマルスアリーナ、21から23年世界選手権3連覇上で、世界ランク4位の角田夏美、31、イコール SBC 湘南美容クリニックイコールは、準決勝で18歳のバブルファス、スウェーデン、と対戦し、延長の末、相手の指導3つで勝利し、決勝進出を果たした。写真。 ブチ切れのバブルファス目を見開いて審判に詰め寄るただ3回目の指導を受けたバブルファスは両手を広げ、目を見開き抗議の意を示した。直前には技をかけて、待て、がコールされた直後の指導を。組み合わないという指導で反則負けの裁定が下った。これには場内から強烈なブーイングが湧き起こった。その後、審判に詰め寄るも判定は覆ることなく敗退。 畳を降りた後も厳しい表情を浮かべながら引き上げた。日本の X でも再び起こった不可解判定に、バブルファス選手の方が積極的に技をかけていったのに非常に不可解だった、バブルファス選手かわいそうすぎる。角田の勝利も素直に喜べない。審判にはめちゃくちゃ抗議するけど角田選手には敬意表してくれて、母親ばかり、といった書き込みが多く集まった。 それでも気持ちを切り替えて臨んだ3位決定戦では寝技で相手を破り、スウェーデン勢としては初のメダルを獲得。直後にコーチと抱き合うと大粒の涙を流した18歳に、客席から大きな拍手が送られていた。